買わなくても大丈夫、家にあるもので役に立つ防災アイテムをねご紹介していきたいなと思います。これやったら風邪ひくいにくいですよ、これやったらぬかるんだとこめっちゃ歩きやすいですよ、みたいな話をしていきたいなと思います。はい、本日ですね、買わなくても大丈夫、家にあるもので役に立つ防災アイテムをねご紹介していきたいなと思います。ということで、おそらくこのチャンネルを見ていただいている皆様、アウトドアグッズがいっぱいあるよっていう方がねいらっしゃると思います。奥さんにあんた早捨てなさいと、もうそんなあったってしゃあないでって言われたりして思うんですけども、いやいやそんなことないね、実はこういうのって災害で使えんねんでっていううまい言い訳をして家に残しておいてください。そういうことでね、やっていこうかなと。自分のクローゼットの場所を確保していかないとどんどん奥さんに取られていきますので、これは防災の時でも使えるんだっていう言い訳をね用意しておこうということで、今回お話しさせていきたいなと思います。っていうのも4月1日に震災があったっていうことで、僕の視聴者さんでもねそういう被害に遭ったっていう方もいらっしゃるので、もし仮に家であるものでうわ逃げようってなった時に何がいいかなとか、もうそんな時間ないと思うんですけど、もしパッて行ける選べるタイミングがもしあるならこれ選んでいただければよりいいんじゃないかなっていうところを、僕はアパレルっていうか洋服目線でしか見ないんですけども、これやったら風邪ひくいにくいですよ、これやったらぬかるんだとこめっちゃ歩きやすいですよ、みたいな話をしていきたいなと思いますので、おすすめの靴とかジャケットとか、あとアウター系っていうところで3つご紹介と、あと逆にそれはやめた方がいいですよみたいなところの3つもね、通電をご紹介させていただきたいなと思います。ではまず一つ目、靴からいきたいなと思うんですけど、今回はですね、ホカオネオネっていうタイプなんですけども、ホカオネオネっていうわけではなくて、このビブラムソールですね。このソールがビブラムになってるタイプっていうのって、もしかしたら皆さんのご自宅にもあるんちゃうかなっていうことで、で、これはね、最初にも言った通り、買わんでええでって言ってるから、家にあるのが一番いいんですけど、これビブラムソール何がいいかっていうと、僕この間ね、北海道行った時もそうやったんですけど、ビブラムソールでカメラマンを歩いてたんですよ。で、僕はね、こういうバンズみたいな、そこがツルツルしらすで歩いてたんですよ。ってなった時に、雪の上でツルンツルン滑って歩けないんですね。ただこのビブラムソールの方はあんま滑らなかったんですよ。って考えた時に、もし震災で下が瓦礫とかでもう歩きにくいってなった時に、このビブラムソールがいかに歩きやすいかで足守ってくれるかっていうことを考えたら、これじゃあさすがに危ないやろうなとかって思うので、もしねご自宅にこのビブラムソールのグッて足が噛むやつがあるっていう方はね、もし履いていけるタイミングがあればパッて履いていければなと思います。僕も大阪に住んでるので、南海トラフがいつ起こるか分からへんっていうところもあるので、ビブラムソールの靴は家に一足置いてます。これはオフィスなんですけど家には置いてるので、それで逃げようかなと思っております。でこのねオンのスニーカー、これ皆さんお好きですよね、オンのクラウドモンスターっていうスニーカーなんですけど、これもね悪くはないと思うんですけど、ただ滑るんですよね、めちゃくちゃ滑るから、やっぱりこう避難とかの時はどうかなっていうのもあるし、あと防水じゃないので、もし雨が降ってきたりこう水たまりに足を入れていかなかん、津波が来た時とかってなった時にはちょっとこれは活躍しづらいんかなっていうことで、今回この防水のホカオネオネいいんちゃうかなとは思っております。で今防水でなんかサロモンかななんかとかもちょっとスニーカー出てると思うんですよ、だからその辺でもまた買って紹介していこうかなと思ってますので、わざわざ買わなくても大丈夫なんですけど、そういうのがあったらいいよねと。で逆にバンズとかこういったノースフェイス、これも防水なんですけど、多分裏がね結構滑りやすい、ツルンツルン滑ったりしやすいっていうところなんで、こういうのよりかはやっぱり登山とかで使われてるような崖とかでもこういろんな山でも行けるっていうのがねいいんじゃないかなっていうのが一つ目になります。で二つ目っていうのが何なんかっていうとですね、二つ目防水ジャケットに行きたいなと思うんですけど、防水ジャケットはもうこれは誰がなんと言わんでもそれはラオジャケットなんですよ。ただこのマウンテンジャケット持ったりマウンテンライトジャケット持ってある方っていうのは結構多いと思うんですけど、実はねタクゾーの動画最近見出してんと、だから実はノースフェイスのアウターとか1着も持ってない、ご安心くださいませ。そういう方のためにはですね、本来はこのマウンテンパーカーの王様と言われている北斗の剣で一番強いのは誰って言ったらラオ、最後は昇天したんですけども、このジャケットもねいずれ多分50年後ぐらいには昇天するんちゃいますっていうぐらい、もうノースフェイスの中ではもう名作やから僕は勝手にラオって呼んでるんですけども、それじゃないってなったとしても、こういったワークマンの方からジャケットとか結構出てるんですよね。だから防水ジャケットでちょっとこれ通勤で着てんねんとかね、あとそれ以外にやったらちょっとチャリンコ乗るとき着てんねんとかっていう時で着てはる方っていらっしゃると思うんですよ。これだったら汚れてもいいしとか言いながら着てると思うので、そういうジャケットでも全然問題ないので、とにかくこういう防水系のジャケットにしてくださいっていうのも、なんでいいんかっていうと、こういうのってね、例えば防水やねんけど中が濡れましたってなる時もあるじゃないですか。こう上から水が垂れてきて濡れるってなったりしても、こういうのって全部化学繊維で作られてるんですよ。ナイロンもしくはポリエステル、ポリウレタンで作られてるので、とにかく乾きが早いんですよね。で逆にちょっとどうなんかなっていうのが、 G ジャンもしくはカバーオールっていうのっていうのはコットンなんですね。だから意外と太陽の調節もできないし、温度調節できないプラス濡れたら乾かないっていうことになりますので、もし仮にこう逃げるってなった時なんかに、ああそやお気に入りのカバーオールやけどもラオにしとこうって言って、ラオジャケットをね持って行っていただければいいんかなというふうに思っております。おそらくこれ見ていただいてる方はもう防水ジャケット1着あると思うんですよ。何でも OK、 もうそれは別にラオじゃなくてもケンシロでもジャキでも何でもいいから、とにかく防水ジャケットを着ていくっていうのだけはちょっと覚えていていただければいいんじゃないかなと。で自分は暑くていらないってなった場合でも、この避難してる時に横の人とかにこうやってパッて
って貸すこともできるので、もうこれは全然買わなくても OK なんで、とにかくこの完全防水が生きるところってここなんですよ。だからぜひこれはね、避難の際はね着用してほしいっていうところもそうですし、自分のクローゼットを守るっていう意味で、あんたそれ着てへんから早売りなさいって言われたとしても、いやいやいや、これタグゾーム言ってるやろと、知らん間に昇天するからこれ見とけよっていうことで、クローゼットに何とか残していただきたいなと思います。そして最後はですね、ダウンジャケットっていうことなんですけど、まあ時期的には結構まあ寒い時期とかっていうところを想定したわけじゃないんですけど、普通に考えるとね、この今着てる中綿ジャケットが一番いいって言うと思うじゃないですか。で、なんでかって中綿ジャケットって濡れてもいいから、例えばこの状態で雨降ってきてもいいじゃないですか。だからこれは OK ですよねって言いたいところなんですけども、実はね、中綿ジャケットってじっとしてて温まるジャケットじゃないんですよ。だからイメージとしてはこう多少動くことを想定して考えられてるから、もともと米軍から始まったってことで、米軍ってこうやって北戦地にしたりとかこうやって打ったりとかしてるっていうところがスタートなんで、動きやすくてなおかつ保温力もあるっていうところで、じーっと釣りとかしてる時にこれは寒いんですね。で、ついこの間僕も北海道行ってマイナス何度の世界行ったんですけど、やっぱりダウンやからじっとしててもあったかいんですよ。って考えた時に、こう避難所とかでね、非常に寒い地域とか寒いところで避難してる時にもう暖房とかも効いてませんってなったら、このユニクロのね、あのシームレスダウン、これはね防水っていうか、まあ、一応多少の撥水もあるけどダウンなんですよ。で、別にこれ汚れてもいいし、最初引っかかってもいいやと思えるような感じなんで、ぜひ使っていただきたいなっていうところもそうやし、いやワークマンがどうしてもいいねんっていう方は、もうワークマンにやったらこれフュージョンダウン一択しかない。これはもう防水でもあるし、ダウンジャケットもあるってことで、もし仮に、まあ、震災の時とかで逃げるってなったら、これ非常に役立つような感じになってるんじゃないかなと思います。で、こういう時にモンクレールとかってあかんのっていうことやと思うんですけど、こういうモンクレールとかでも全然 OK です。もう何の問題もない。で、なんでなんかっていうと、生地がねちゃんとした生地使ってるんですけども、たまにこういったモンクレールとかタトラスとかって特殊な生地使うんですよ。で、特殊な生地は意外と破れたりしやすいんですね。だからこういう災害の時とかって向いてないっていうこと結構あったりしてて、まあこのジャケットとかは全然大丈夫なんですけど、これねタトラスっていう、まあちゃんとした高級ダウンのブランドなんですけど、これはもうウールなんで、雨降ったらもうびしょびしょになるんですよ。全くそういうのに向いてない。もう雨降ってくる可能性があるとか、外でこうやって待機してなかった時に、このタトラスのウールのジャケット、ドミツアーノっていうのはもう絶対やめた方がいいっていうようなジャケットになっておりますし、あとモンクレールでもこの背中の部分だけがちょっとウールの生地使われてるとか、そういったのも濡れるし、あとちょっと引っ掛けたりしたら破れやすいとかっていうのが、毎年こういう新作出てくるちょっといいやつとかってデザインとかはすごいんやけども、生地がそういうようで作られてないからめちゃくちゃ破れやすいとかっていうのもあったりするので、実際問題僕のね視聴者さんもモンクレール着てて普通に肩穴開いたっていう方もいらっしゃったんで、それ以降も高いダウンジャケット買わへん理由だったんですけど、でもちろんダウンジャケットっていうと、こういうアウトドアのダウンジャケット持ってるよっていう方なんかはもうこれでもう完璧に OK。 だいたいアウトドアのジャケットって防水ではないとしても撥水はかかってあるので、多少の雨やったらいける。まあずぶ濡れまで行くとちょっと厳しいかもしれないけども、多少の雨やったらまだ普通のこういったウールのジャケット着るよりも 100% マシなんで、ユニクロのダウンない、ワークマンのダウンジャケットない、あ、やけど僕そういやノースペースあったわとかね、パタゴニアあったわとか、モンベルのダウンあるわって方はもうそれをパッて羽織っていって出て行っていただけるといいんじゃないかなと。で、これダウンはこうじっとしててもあったかいんですよ。なんでなんかっていうと、ダウンにはこの体の保温力を温めるようにそもそも組織が作られてるんですね。あの水鳥の毛なんですけど、で、その中身っていうのがまあこんな感じなんです。例えば600フィルパーのこのダウンジャケットとかやったらこれぐらいの綿が入ってるよ。まあ全部同じ重さなんですけど、この綿のふんわり感ありますよね。このふんわりの中にこう自分の暖気っていうのをこう温めるんですよ。で、外に逃げないようにこう内から温めといて、外の風とかもここで守るっていうような感じになってるのがこのダウンっていうスタイルなんですけど、中綿ってあくまでシートなんで、やっぱりその上が薄かったりするってなったら、こう暖気がやっぱ逃げやすいっていうところもそうやし、逆に外からの冷気も入ってきやすいっていうのがあるので、極力避難される際っていうのは中綿ではなくね、ダウンで、しかもまあ防水もしくは撥水っていうのがあるとなおさらいいっていうことになってますので、まあもうどうしてもないっていう方はね、中綿でも全然問題ないかなとは思うんですけども、まあ中綿着てその上にこういうラオジャケット着れば防水にはなってくるので問題ないかなと思うので、まあそういうとにかく家にあるものでパッと逃げればパッとできるっていうのがいっぱいありますので、新しくなんか買うとかじゃなくても、あ、ちょうどこれもうキンクなってきた捨てようじゃなくて、あ、ちょうどキンクなってきた、だからこれ防災の時に着るようとして置いとこうとかね、なんかあった時のためにやっとこうって、やっぱ日本はどうしても地震とか災害とかが非常に多い国なんで、まあこれ見てられてる方でね、あのアメリカに住んでる方もいらっしゃるんですけども、まあ国内にも住んでる方とか、まあご友人とかいてたら、いやそれあれ使ったらええやんとか、この時これええんちゃうかとかって言ってあげればいいかなと思います。まあダウンもね、細かく言うとこんだけ違うんですよ。全く同じ重さ入
ってるんやけども、グラム数全く同じなんですよ。1グラム入ってるんですけど、1グラム入っててもこんだけパンパンに入ってるように傘高が1個ずつ大きいっていうのと、ちっちゃい傘高やからどうしてもボリュームが少なく見えちゃう。だからどうしてもこっちの方って600の方は花グースがやったらこれぐらいなんですけど、やっぱりいっぱい綿入れないと暖かくならないので、綿で暖かくするんじゃなくて生地を頑丈にしようっていうのがカナダグースやし、こういうタイプってより生地を薄くしてこのパンパンさを体に伝えていこうっていう風に、まあダウンジャケットとしても性能はちょっと違ったりするんですけど、まあ、そういうところを意識していただければいいかなということで、まずは靴はビブラムのソールで歩きやすく、そしてパンツに関したりジャケットに関しても、まあ、とにかく防水系、これはワークマンでも売ってるし家にあるやつで全然 OK なんでそれを使ってください。で中綿じゃなくてどっちかというとダウンの方がいいので、ダウンを着てもらいたいし、もしダウンがないって方は中綿でさらにラオウを上から重ねたりワークマン重ねたりしてやってもらうと問題ないかなと思いますので、まあ、今回はねご自宅にある中でちょうど処分しとって時期も過ぎたし、もう衣替えの時期だし、もうこれ着てへんから捨てようかなと思ってたっていう方はちょっと防災リュックみたいなところにちょっとぶち込んどいてね、そういうところで今後避難する時とかに使っていただければなということで、本日はですね家にあるもので防災に役立つアイテムということでご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。